成23年2月7日月曜日朝、内閣府本部で行われた一人一人を包摂する社会特命チームの第1回担当者打ち合わせに出席しました。午後、都内で開催された平成23年北方領土返還要求全国大会に出席し挨拶しました。両国の間の諸合意諸文書を基礎に北方四島の帰属の問題を最終的に解決して平和条約を締結するという基本方針に従い、引き続き強い意思を持ってロシアとの交渉を粘り強く進めていく考えであります。8日火曜日、衆議院予算委員会に出席しました。夕方、総理大臣官邸で沖縄県軍用地転用促進基地問題協議会軍転協からの要請を受けました。9日水曜日午後、国家基本政策委員会両院合同審査会で自由民主党の谷垣貞一総裁および公明党の山口那津男代表と党首討論を行いました。総理大臣官邸に戻り、ウズベキスタンのカリモフ大統領と会談を行いました。会談終了後、菅総理とカリモフ大統領は日本ウズベキスタン共和国共同声明の署名式を行い、続いて日本国外務省とウズベキスタン共和国外務省との間の経済協力に関する覚書の署名式に立ち会いました。10日木曜日、総理大臣官邸で太宰府天満宮梅の施設による表敬を受け、紅白の梅の鉢と梅干しが贈られました。